ロート製薬公式 YouTuber の根羽瀬心です。弟の音です。姉ちゃん、何？ちょっと今日は話したいことがあるんですけど。またこの流れ、何なの？いやいや近く倒れです。実はですね、今このチャンネルでとんでもなく恐ろしいことが起きてるんです。起きてません。僕は発見しました。起きてません。というわけで、ひとまずこの VTR を見てください。ねばー、こんにちは、ねばせいこころです。ロート製薬公式 YouTuber のねばすいこころです。お分かりいただけただろうか。冗談よ、してや。ねばー、こんにちは、ねばー。冷凍製薬やん。キャラ変わりすぎじゃね。なんなのこれ。さあ、というわけで皆さんお分かりいただけたでしょうか。分からん。いや、分かったでしょう。1年前の動画と最近の動画と比較したキャラ変わりすぎ問題。いや、余計な VTR 作らないで。いや一番最後の3つ目のはあれは違いますよ。冷凍製薬やん。いやテンションで普段喋らないですから私。いや、まあ言うなればこれは心声大きくなりすぎ問題です。そんな問題ないですよ。いや、まあもっと分かりやすく言うと騒音問題ですね。元気でいいじゃん。いや、ちょっと面白いぐらいにさ違いがあるんだけどさ、最初はなんであんなさ、まあ言ってみるとおしとやかな感じ。いや、まああれはさ、やっぱさ一番最初の動画なのね。あれが本当に緊張してたの。あー、みんなに、まあ、緊張はね、ね、受け入れてもらえるかなっていう不安も若干あったから、ちょっと猫かぶりな喋り方になってるのは認めます。声の大きさ全然違うじゃん。なんで緊張でその元気が隠れちゃったんだよ。緊張してる時こそ元気出していかなきゃ。いや、だから緊張の上での精一杯だったの。そう、元気だったの、あれは。あ、でも今緊張が取れたからこうポッて。ポッて何が出てきたの今。ポッて何が出てきたの。元気な私がポッて出てきた。あ、言うけど3つ目の動画は関係ないからね、本当に。え、3つ目、もう一回見る。いや、見なくていい。いい。はいや、関係なくないでしょう。でも緊張なくなって慣れてきたから、ああいうちょっとしたものもやり始めたんでしょ。まあちょっとね、楽しみながらやってる感はあるけどね。まあというわけでね、はい、姉ちゃんの声が大きいっていうのは今までも指摘してきたんですけども、ただまあ直すべきかと言われればどうかとは思うけども。でしょ、そうですよ。ただね、声が大きな別に悪いことじゃないよ。でしょ、元気があっていいことです。さあ、でも、なんで声が大きくなったのか、その原因を僕探してきました。楽しいからです。で、いろいろ調査してきたんですけども。いつの間に調査したの。大きく分けるとね、3つのね結果が出てきたんですよ、はい、それをちょっと言いたいと思います。はい、どうぞ。まず1つ目、自分を認めてもらいたい。それはね、最初から言ってる、まあ ね、自分がどういう人間なのかとか、そう、認めてほしいって、こう努力してるんだっていうところをね、認められたいっていうね。そうね、認められたいっていうの、私の話聞いてっていう聞いてってっていうところが強くなるから、こう声が大きくなるんじゃないか。あー、正解、当たりです。当たり、まあいいや。2つ目ね、相手を威嚇したい。およ、なんだろうね、こう自分に自信がないから、あえてこう声を大きくすることで自分に自信があるように相手に見せて、まあ威圧しようとしてるんじゃないかっていう。いや、別にそういうことはない。まあ独自の調査ですから。あ、そう、姉ちゃんがどうかとかじゃなくて、まあまあ、そして3つ目です、デリカシーがない。ちょっと待って、やめて。それはさあ、というわけでデリカシーあるよ私。この中で心当たりありますか。まあ自分を認めてもらいたいっていうのはやっぱ最初から言ってるからね。でもそうだな、だからなのかなっていうのは思う。相手を威嚇したいっていうのは全然本当にないんですよ。本当、こんなガオって感じで威嚇はそんな。いやー、どうだろうね、なんかやっぱりちょっと大阪人の血があるのか、声を大きくして相手を威圧しようとしてるところもあるんじゃないかっていう。関西人ってそういうことなの。いや、わかんないけど、でもなんかそういうおばちゃんとかいるじゃん。まあこれ置いといてね。いるのかな、どうかな、これ全部当てはまってない。いや、当てはまってない、当てはまってない。ちょっと待って、3つ目はちょっと本当に人権侵害ですよ。デリカシー、私ね、ちゃんとみんなに知ってほしいんだけど、あの場と場合と場所とか、ね、時全部考えてます。考えて喋ってます。そう、あのね、フォーマルなところとか、あのちゃんとした、そのレストランとかホテルとか、おや、
ではあのちゃんとした声で喋ってます。常識のある感じで、ね、ちゃんとした服着ないけどね。そこはいいよもう。あ、ほらほら威圧してきた、ほら威圧してきた。違う。うわ怖い、うわ怖い、うわえこれが威圧。そうだよ。ほらいや、してるわ。でもそれは音にだけだから。弟に対してパワハラですか。いや違います違います違います。ほら弟はさ、やっぱ、うん、あれじゃん、私の弟だからね。お姉ちゃんに歯向かっちゃダメだよ。ちょっと怖いわ。お姉ちゃんに歯向かっちゃダメだよ。じゃあ姉ちゃん的には当てはまってるのは一つ目の、うん、そう、自分を認めてもらいたい、認めてもらいたいっていうところですか。どこでもこんな大きい声で喋っているわけではないんで、本当にそれだけは知っててください。皆さんそうね、うん、社会人としてね、本当会社ではそうでもないんですから。じゃああれか、まあ原因はなんとなく分かったってことで、はい、まあその対でかいな、はいはい、対処法ね。まあ対処法、だから今言った通り、自分を認めてもらいたいっていうのがあるんであれば、うん、皆さん皆さんネバセイ心の頑張りをもっと認めてあげてください。いやめっちゃ褒めてください、いっぱい。めっちゃいいこと言う。そしたらこの騒音問題もなくなります。騒音問題とは言わないでほしいですけど、まあ、みんなに認めてもらえたら嬉しいかな。頑張ってるからね。そう頑張ってる。というわけでみんないっぱい褒めてください。よろしくお願いします。うるさくないですよそんなに。あ声でかいというわけで今回は、うん、なんだろう、結構自由に話しちゃったけどね。いやー、まとまりなく、たまにはね、そういう回があってもいいんじゃないですか。うんうんうん、まあこれは言ってみれば、はい、1年経った振り返りっていう意味も含まれてますから。あーそっかー、まあ1年前の私にもいいところはあるし、うん、今の私にもいいところはある。まあそうね。そうだから私はその1年前のキャラに戻りたいわけではないけど、まあ若干おしとやかキャラに戻ろうかなっていう路線も考えております。いや無理だねすげえ必死みんなみんな元気でいこう。何言ってんだか分かんなくなってきた。やっぱりほら何ちょっと今違う、え自覚ありました今ちょっと、えいやしてる、威圧してました今。威圧してないよ。なんか無理やり皆さんを巻き込んだような感じになりましたけど。違う。ぜひね皆さん昔の動画も見て今と見比べてみてください。めっちゃ何回も言ってるけど、昔の私もいいところあるし今の私もいいところはありますから。すげえ必死ということで皆さんお疲れ様です。おつねば今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。